ヨーロッパ最高と謳われる絶景、プリトヴィツェ古郡国立公園です。渓谷に沿って連なるコバルトブルーの湖、高さの違う湖と湖をつなぐのは92もの滝です。まるで湖の階段。冬は一転、白銀の世界に。マイナス10度の森で滝も凍りつきます。世界遺産プリトヴィツェ古郡国立公園、11日午後6時。